してるな、これ見てこれ。あ、練習してるわ。いやいや、見て俺のスパイク練習してますわ。めっちゃ綺麗や、お前。え、新人おにゅうおにゅうだ、見てくださいヒアリングした32で、これはいやいや、だいぶやってますよ。うん、これ紐どんだけ気持ち入れてんねん、お前。真野選手って結構チーム内では冗談とか、そういうの、そういうのいらないんだ。言いましょうか。違う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 、俺そういうキャラじゃないから。インタビューは真面目な話とちょっとあのプライベートというか。プライベートいっぱい知ってます。あ、本当ですか。はい。あれチームとか、すげえ面白いですね。これ回ってる。あ、一応回ってます。ダメ、すげえ面白い。あ、じゃあちょっと菅沼選手の面白いエピソードを。いや、エピソードは言えない。あれエピソードは言えないけど、基本言えないな、一個基本、はい、言えないことはいっぱいあるけど、なんか結構いろんな選手とも喋れるし、はい、いろんな波長があるんじゃないですか。ここいる？ここいる？あ、いるの。波長があるんじゃないですか、いろんな選手と。しかも合わせられるしね。あ、そうなんす、ね、ここいる？どうしたの？面白い。どうしたの？ここいる？若手もベテランも関係なく。そうそう、悪いこと言ってる。悪いところは癖が強い。それは使うなよ。ど、まあ、確かに気になるからね。どんな癖がありますか。どんな癖が使うの。なんだろう。いやー、あんまそんなに危ない。こういうこと。みんないい選手ばかりなんで、チームに馴染めていると思います。若い選手が多いですけど、まあ本当に、まあ、30超えてる選手も何人かいて、うまいことバランスが取れた、まあ、いいチームだなと思ってます。まあ自分自身そんなコミュニケーション取ることがうまいタイプじゃないですけど、本当にレオとか翔平とかに助けてもらいながら、本当にこういろんな選手とつないでもらって、みんな喋ったらこういろいろ喋ってくれるので、本当にすごくスムーズにこのチームに馴染むことができたんで、本当にそのつなげてくれたレオとか、本当翔平とか海とか選手に感謝したいです。レオとガンバで 2,3 年一緒にやらせてもらって、海は一緒のチームはなかったですけど、自分が山形にいたりもして、海も山形にいて、まあ、共通の知人とかで知ってましたね。翔平はユース時代からヴェルディと頑張ってということで対戦したこともありましたし、知ってる選手だったので良かったです。翔平とは毎回行ってますし、まあ、レオとかも何回か行きましたし、本当にチームが仲がいいんで、まあ、ただ今コロナというところであんま遠くに行くことはできないんですけど、まあ、近場でご飯とかは行ったりしてます。焼肉食べに行ったりとか、その場外焼肉っていうのがノツダにできたじゃないですか、ノツダの、そこに食べに行かせてもらったりとか、まあ、そんな感じですかね。あとは俺ん家に来たり、僕ん家に来たりとか、これなんかいろいろ買ってきて、まあ、2人でペラペラ喋りながら泊まってって帰るみたいな感じですね。いや、どうですかね、わかんないんですけど、まあ、自分が中学時代から共にしてきたクラブなんで、僕自身はすごい愛着あるクラブですし、一番大切にしてきたクラブなんで、まあ、サポーターの方たちに少な、うん、なんていうんですかね、そう思われてたら嬉しいですね。いい雰囲気で入れましたし、全体がそういう中で先制点取ってもらったので、まあ、後ろの選手からしたら本当に守りやすくなりましたし、ただ前半危ないし1回すごい大ピンチがありましたけど、そこをポープがしっかり守ってくれて、まあ、本当にチームが無失点という形で終われたということは、チームとしても僕自身としても勢いが出る試合だったかなと思います。試合数を見ると率直に、14年目で250というのは多い数字ではないと思うので、まあ、遅かったなというのは感じています。まあ、ただそういう記録を達成できたということは嬉しくも思います。ちょっと重たいかもしれないですけど、まあ、2012年のガンバ対ジュビロの試合で、まあ、僕はジュビロにいてガンバが J2 落ちてしまったっていう試合があったんですけど、まあ、その試合がやっぱ
自分の人生で一番こうターニングポイントっていうか、サッカー選手としての覚悟っていうのが芽生えたような試合だったかなとは今振り返れば思います。やっぱもう32になって、まあ、サッカー選手の寿命からしたら折り返し地点っていうのも残りのサッカー人生の方が短いと思いますけど、まあ、本当に若い選手の勢いがある選手がいっぱい出てきてますけど、まあ、一緒のプロというステージで戦っている以上負けたくないっていう、そのハングリー精神っていうか、その負けたくないっていう気持ちですかね、そこは常に持って、取り組んでおります。もう本当にここに来させてもらってからはとにかくコンディションを早く戻すこと、まあ2ヶ月間こう一人でサッカーしながらチーム探してたんで、まあ、本当にコンディションを戻すことを意識して取り組んできたんですけど、まあ、今ようやくこうピッチに立てるようなコンディションに戻ってきて、自分の良さっていうのはこうボールを前に運ぶビルドアップのところだと思ってるので、まあ、そこではなんていうんですかね、ここのチームには前の選手すごいタレントが揃ってると思うんで、その攻撃力っていうのを生かすためにも後ろのビルドアップで前の選手にいい形でつなげていけたらもう少しバリエーションが増えるかなっていうのは自分が出てない時から感じてた部分だったので、そこは自分が今この前試合でさせてもらって次またで試合が続いていく中で、良さを自分の良さプラスそれをチームにつなげていくってことを取り組んでいけたらなと思ってます。やっぱりこのメンバーで J1 昇格ってところは本当に目標として、言いたいですし、やっぱ口で言うのは簡単ですけど、まあ、ここの練習を見に来てもらったら分かってもらえると思うんですけど、ポポさんの熱量っていうのは今までにないぐらい、僕が今まで関わってきた監督にないぐらいの熱量を持っている方ですし、それを支えているヨネさんだったりスタッフっていうのは、本当に素晴らしい人たちばかりなので、そのスタッフの中であと選手もすごいいいメンバーが揃ってますし、まあ、そういうメンバーが揃った中で今プレーオフ圏内にいるっていうところで、ここは踏ん張りどころだと思うんで、そこはチームとして全力で残り3ヶ月取り組んで、本当に J1 昇格っていう、まあ、大きな目標かもしれませんけど、そこを達成できるようにチーム一丸となって戦っていきたいなというのが今年の僕の目標ですね。長崎は本当に外国籍の選手で強力な選手がいることはもちろん分かってますけど、まあ、自分たちのサッカーをすれば、自分たちの力を出せれば、まあ、練習でやってることを出せれば負けないっていう自信が、僕たちの練習量から自信が生まれてると思うんで、まあ、本当に自分たちのプレーにフォーカスして、自分たちのプレーが出せるように、そしてそれを勝利につなげれるようにやっていけたらなと思っています。サポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。ここ2試合ですかね、ホームで負けてしまって、不甲斐ない試合をしてしまって、皆さんに何て言うんですかね、悔しい思いをさせてしまいましたけど、ここから連勝して、J1 昇格に向けて着実に積み重ねていけるように努力していきますので、今後とも応援、熱い応援よろしくお願いします。